おら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 ういー気持ちいい。ほいお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 いナイス。当たれ。あ、たまなくなった。あ、もうパニクルパニクル。あ、こっちが違う。あ、もうこれでいく。よっしゃ、来い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 。ほらいやー、VR って本当にいいもんですね。皆さんこんにちは、こんばんは、猿頭トリートメントです。現在、オキュラスクエスト2を購入して、オキュラスリンクに接続すると、アスガルドラースというアクション RPG がもらえるキャンペーンをやっています。期間は11月20日から1月31日まで、米国時間となっていますので、進めたい友達とかに PCVR の世界に興味を持ってもらうきっかけになればいいと思います。とはいえ、バルブインデックスの時のハーフライフのような破壊力とインパクトはちょっとないかなっていうのが正直皆さんが思っているところじゃないでしょうか。どうせならね、買収した3社、ビートセーバーとローエイコーも負けでつけても損にはならない気もしますが、なかなかそうもいかないみたいですね。アスガルドラースは僕も好きな VR タイトルの一つで、スカイリム VR のような VR 対応ビッグタイトルを省けば、今のところ一番成功した VR ファンタジー RPG じゃないかと思います。ボリュームも100ギガ超えでグラフィックも美しいです。VR ならではのギミックとかかなり作り込まれてて、モスみたいな VR パズル的な要素がふんだんに入ってますし、育成システムも凝っていて面白いゲームなので、サービス期間中に紹介できたらなと思っています。仲間を育てたりする要素もあって結構面白いんですよね。あまり日本では話題にならなかったゲームという印象もあるんですが、今回紹介するゲームですが、僕の一番好きなジャンル FPS のクエスト新作ゲームです。請負業者っていう意味のコントラクターズはオキュラスリフトでは去年すでに発売されていて、クエストの方ではずっとサイドクエストでベータ版が稼働していたんですね。で、今回ようやく正規版が、しかもクエストストアに来たということで楽しみにしている方もいると思うんですよ。本来マップも多くてグラフィックも結構綺麗なゲームなんで、リフト版では17ギガ以上の容量があります。クエスト版は5ギガ弱に抑えられていますので、多少のグラフィックの劣化は仕方ないというか、ベータ版でよくぞ試行錯誤を重ねながらコンパクトにクエスト版としていいものを届けてくれましたって感じがします。クエストの FPS は日本語未対応で発売スタートするゲームが多く、このゲームも今のところ英語版しかありません。なので初心者でもプレイしやすいように解説できたらなと思っています。では戦場に行ってきます。はい、それではコントラクターズ遊んでいきたいと思います。結構僕ね、このソフト発売楽しみにしてたんですよ。いろんなレビューを読んでみたんですけども、ついに VR にね、コールオブデューティが来たみたいな声がすごく多いですね。あと、すごく遊びやすいっていう声もたくさん上がってるみたいです。銃の取り回しも程よく難しくて、やっぱりコールオブデューティみたいに体力がね、自動的に回復したり、すぐリスポーンできるのがいいみたいですね。すごく遊びやすいなと思いました。日本語に対応してないのは残念なんですが、そこはゲームに慣れてくれば問題ないのかなっていう感じですね。多分初めて VRFPS をやる方にはかなりおすすめできると思います。なので今回は、VR で初めて FPS を遊ばれる方でもすぐにね、ゲームを始めれるように銃とかこの施設の使い方、それからシングルプレイの遊び方を案内したいと思ってます。じゃあゲームを最初に起動した時に出てくる設定方法から案内したいと思います。ではではよろしくです。まず最初のこの画面では利き腕を選択しましょう。僕は右利きなのでライトハンドでコンファームを選択します。次の設定なんですけども、体全体を表示するか、とりあえず手だけを表示するかっていう設定っぽいんです。今のところ遊んでて問題ないんで、僕はハンズオンリーで遊んでます。続いて身長を設定する画面になるので、自分の身長を、入力しましょう。次の画面ではチュートリアルの映像をいろんな項目ごとに見ることができます。ちょっと英語表記なんで分かりにくい部分もあると思うんですが、よかったら見てみてください。続いて武器なんですけども、初めて VRFPS 触る方はもう何のこっちゃ分からないと思うんで、細かく説明していきたいと思います。まずは持ち方なんですが、握る方の手の、中指のボタンで、これグリップボタンっていうんですけども、まず右手を腰についてる武器のところに持ってって、中指のグリップボタンを押します。取れたで、左手を添えて左手のグリップボタンを握ると両手持ちができます。そうするとしっかり拳銃を支えることができます。片手で撃つこともできるんですが、両手で持った方が安定しますね。で、撃ち方なんですけども、今度は人差し指のトリガーを引きます。こうです。バン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 、発砲と一緒にコントローラーが震えるんでね、めちゃくちゃ気持ちいいです。で、弾がなくなった時なんですけれども、弾の入れ替えをしないといけません。マガジンの取り替え方なんですが、右手 B ボタンを押すとマガジンがポロッと落ちますんで、左手で腰についてるマガジンを人差し指トリガーで握って差し込みます。続いて左手の人差し指を握りながらここを引いてあげると装填完了です。 VR じゃないゲームではね、基本これボタン一つでできちゃう操作なんで、初めてやる方はねかなり苦労すると思うんですけど、実際の動きに似てるので慣れるともう最高に楽しいですね。いろんな角度から銃が見れるのがいいですよね。覗ける。あ、うわ、びっくりした。あ、死んでる。あ、自分撃ったら死ねるんやね、このゲーム。へえ。敵に包囲されてね、何もできない時にいい人生だったとか言って自殺するの面白いかも。では続いてアサルトライフルいきます。これ M16 めっちゃかっこよくないですか。アメリカ軍のね有名なアサルトライフルなんですけど、もうこれが昔から大好きでね、これ欲しいな。おもう覗くだけでテンションが上がってしまう。基本的な使い方はピストルとよく似てます。両手持ちするにはここの部分を左手でしっかり握ってあげましょう。で、あとはこうサイトを覗きながらね撃つだけです。銃の種類によるんですけども、コントローラーの A ボタンを押すとなんとセミオートとねフルオートの切り替えができるんですよ。なので弾を大事に使いたい場合はこんな感じでセミオートにして、乱射したい時はフルオートにしましょう。弾がなくなった時は、同じく右手のコントローラー B ボタンを押すとマガジンが落ちるのでマガジンを取って差し込む。で、コッキングすると、操作は同じですね。おら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 ガッチャバーン、ガッチャバーン。ショットガンめっちゃ気持ちいいんですけどね、ショットガンがね弾のリロードがねかなり難儀したんで、ちょっと別でこれだけ案内しておきたいと思います。弾がなくなるとね、これガチャガチャってもう意味がなくなるんですよ。弾は腰についてるんで、じゃあ入れようと思ってもマガジンがないので、どこに入れんねんと。で、ガチャッと引いた時に横が開くので、あ、ここに弾入れんねんなと思って入れるでしょ。で、こう戻してガチャッてやるとまた弾がピョンって飛んでいってね、弾が撃てないんですよ。いろいろ調べてみたところ、なんと下にねそこに穴があって、こっから弾を入れることができるようになってました。これ見つけるのにね20分かかりましたまさかこんなに時間がかかるとは。他のゲームも一緒なのかもね。僕あんまショットガン使わないんですよ。今紹介したみたいに銃によって使い方が全然違うので少しややこしいんですが、そのややこしさがリアルでねどんどん面白くなってきます。では続いて近接武器いきましょうか。ちょっとね大きめのマチェットを装備してみたんですけど、どうですか。めっちゃ怖いでしょ。最強でしょ、こんなん持ってたら。かっこいい。ひょっしょっひょっ、もう握ってるだけで楽しいわこれ敵にねぶつけることもできますんで。ただ勝手には返ってこないので、投げるときは十分注意してください。続いてグレネードいきましょう。グレネードには種類がいくつかあるんですけども、使い方は一緒です。右手で持った場合は左手のトリガーボタンをこう右手に近づけて押してあげるとピンを抜くことができます。あとは投げてください。そしたらある程度時間が経つとダーンと、これ近くにいると自分も食らうので注意しましょう。で、続いて移動が左スティックで前後左右に動いて、右スティックで左右の方向転換です。で、右手スティック押し込みでジャンプ、左手のスティック押し込みながらの移動で走ることができます。ゲームを始めるとねもうこの施設にいるんですが、この施設の中だけでもかなり遊べます。ここまず射撃場があるので銃の試し撃ちを楽しむことができます。ういー気持ちいい。で、ボタンを押してあげると近づいてくる。手が全然当たってないしこんな感じで移動しながらのね射撃訓練を受けたりとか、他にもスナイパーの練習する場所とか、この最初からいる施設の中だけで結構遊べますね。で、装備の設定の仕方なんですけれども、メニューボタンを押してメニュー画面の中の左下、ロードアウトを選んでください。確かオンワードも一緒だったと思うんですが、装備のセットを3パターン保存しておくことができます。マシンガンメインの装備だったりとか、スナイパーライフルメインだったりとか、遊ぶゲームによって使い分けるとすごく便利だと思います。で、まず一番上がベストですね。ベストにはいくつか種類があって、防御力が高いものから低いものもあります。どうやら装備するベストによって腰に取り付けれる装備の数が違ってくるようですね。オンワードと同じになるんですが、装備品には全てポイントが設定されてて、装備を増やせば増やすほどそのポイントが増えていくんですけど、上限が決められてて、その上限以上の装備はできないようになってます。右下に表示されている6っていうのが残りのポイントになります。ヘビーベストを装備すると右下の数字が4になりました。これはあと4ポイント分追加で装備ができるっていうことです。で、その下がメイン武器、さらに下がサブ武器ですね。で、近接武器、グレネードなどを選ぶことができます。メインウェポンを選択するときはスナイパーライフルとかマシンガンとかショットガンとか選べますし、アタッチメントもポイントに応じて自由に設定することができます。この辺をいじりまくるのがね、やっぱりね、すごく楽しいですね。触って撃ってみて、触って撃ってみてを繰り返して好みの装備を見つけてみてください。ちょっとね、長々と説明してしまったんですが、この流れを覚えていただければもう全く問題なく遊べると思います。そうそう、ここにね、なんか変なスイッチあるんですよね。これなんなんやろ。なんか音したな。あ、もうないんか。あ、何？なんか来た、なんか来た、なんか来た、なんか来た。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。たまない、たまない、たまない。あ、ゾンビみたいなの来た。ゾンビ、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 ゾンビ。ちょっと待って、聞いてないから。おお、こっちもか。ちょ。あ、いやいや、来い。びっくりした。なんやねん、あのスイッチ。いや、マジでびっくりしました。ちょっとね、腹が立ったんでね、僕のお気に入りのこのマチェットで切り刻んでやろうと思います。あ、来るよ。もう、うわ、言うてるわ。ゾンビ嫌いやー。足音気持ち悪いわ。テケ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 みたいな。いけるかな。よし。ああ、強い。さすが、これは強いぞ。あ、もう怖い。よし。ほら。よし。あ、ほい。しょ。は。よし、来なさい。そい。まだ出るか。ほら。うい。うわ、めっちゃ出てきた。あ、めっちゃ来てる。おいよい。あ結局負けるんかいじゃあ最後にシングルプレイのミッションを1ステージやって終わりたいと思います。さあ、どんな感じになるのかプレイしてみたいと思います。よし、始まりましたね。あ、道路がある。キャプチャーザオブジェクティブフラッグ。あ、今回のミッションはエリア内に建てられたフラッグ3本のエリアを占領するとミッション完了です。では行きましょうか。え、もう撃たれてんの？うそや。え、どこから？もうバレた？あ、おった。うい。よっしゃー、オッケー。てかめっちゃ敵出てきてる。難易度イージーやのに。うそやろ。気抜くとどんどん敵が出てきますね。うわ、めっちゃ怖い。慎重にいかんと。ステルス系の動きはできないのかな。絶対的にバレてる感じですよね。ゴー。よし、弾ゲット。おった。おい。よっしゃ、オッケー。気持ちいい。よし、まだ弾ある。いいね。A 地点フラグを見つけましたよ。ここを 100% まで守り抜かなあかんねんな。よし。どっから来る？怖い。おい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 、ナイス。よし、H 点ゲット。おったおったおった、え、当たらへん。あ、弾なくなった。あ、もうパニクルパニクル。あ、でこっちが違う。あ、もうこれでいく。しゃ、来い。ほら、強いね、やっぱりこれ。これでいくもん。うい。ほら。こんなやつおったらむちゃくちゃ怖いやろな。いくら銃で撃ってもね、刃物だけで立ち向かってくるやつ。効きませんよ。ほい。ほれ。あ、危ない。へい。すごっ。刃物だけで C 地点まで来ました。体力が勝手に回復するんでね、やっぱそこが遊びやすいですよね。さあ、ラストまで生き残れるか。ほい。よいしょ。強い。来た。ギョウさん来てる。痛い。ほら。ああ、怖い。いける。C 地点ゲットしたんで、あとはね、ゴール地点目指すだけです。ナイフ1本でミッション完了することあるかもしれないですけど、こうバレずにこそこそとね、一人ずつ倒していく感じでしょ。全員に撃たれてるからね。ただの無敵状態。よし、あと少しや。やったまさかのマチェットだけでクリア。ああ、楽しかった。プレイヤー同士でナイフ縛りで遊ぶのも楽しいかもしれないですね。というわけで、操作の説明から、シングルプレイまで今日は遊んでみました。ほとんどがね、説明だったんで、ちょっと面白くなかった方もいるかもしれないですが、少しでもね、参考にしていただければすごく嬉しいです。次回の動画ではマルチプレイを中心にね、ちょっと遊んでるところをしっかり皆さんにお見せしたいなと思ってます。はい、今回はこんな感じでさらっと紹介してみました。次回はマルチを含めてがっつりと遊んでいきたいですね。で、僕はね、FPS が大好きなんですが、もう見ていただいた通り下手くそなんですよ。なので、コントラクターズのような自動回復とか、リスポーンシステムはすごく嬉しいシステムなんですよね。そういった意味でも、初心者さんにまずおすすめできる FPS だなとも思いました。本当はね、もっと上手くなってかっこいいプレイ動画とか流してみたいんですけどね。というわけで、コントラクターズ、気になった方は次回の動画も見ていただければと思います。猿頭トリートメントではエコ VR ジャパンのコミュニティメンバーを募集しております。初心者でもベテランでも大歓迎です。もしまだ遊ばれたことがない方は無料のゲームなのでぜひ一回遊んでみてください。コミュニティ気になる方は Discord サーバーへのアクセスもしくは Twitter にてメッセージください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。